知大コーポレーション、富士重工、オービックの提供でお送りします。向かいリターン、アプローチショットネットです。酒井さんはこのそのピート・サンプラス立ち上がりのサービスゲームです。浅くなりました。ネットに出てフォアのドロップボレー決まりました。やはりストローク、そしてこのネットの組み立てになりますか。その通りですね。やはりサービスの出来と、それからあの私はねもう並外れたねあのアプローチショットのスピード切れ、はい、第1ゲーム 40-30 ファーストが入りました。リターンエース、平井さんいかがですか。いやでも今のもね本当にいいコースだったんですけどね、うまく面を合わせてましたよね。あまりスイングしてないんですね。そうですね、もう速いボールはもう大きくスイングできませんからね、はい。まあ、ギルバートはねもう29歳でやはりベッカーなんかのリターンもねうまくこなして勝ったことありますんでね、はい、ベッカーキラーとも知られとしても知られています。ハーフボレーいいところに落としました。クロスコート入った、うまく切り返しましたブラッド・ギルバート。立ち上がりの第1ゲームアドバンテージを取りましたギルバート、ブレークポイントです。わずかにフォルト、ネットに出ます、返せません。大きな声を出しました。ブレークポイントを逃れましたサンプラス、ね、本当にキレがありますよね、はい、バックのドロップボレー、素晴らしいタッチです。手首の柔らかさですか、はい、まあいったタッチはねなかなかねあのリストワーク、それからラケット面のコントロールね、はい、簡単にねあのこうこなせるもんじゃないんですよね。センターへ返しました、浮いてきたドロップボレー決まりました。最初のゲームサンプラスブレークポイントがありました。プラスとブラッド・ギルバート、最初のゲームサンプラスがサービスキープ。第1セット第2ゲームです。ダウンザラインがまたあの片手ですとあれほど厳しくですね、はい、サーブ&ボレーギルバート、はい、厳しいコース打てないはずなんですけどもね、実にコントロールが見事抜群なんですね。アウトです。40ラブ決勝にという、そういえばそうですね、いつももうちょっとなんか汚い感じがしましたけどねそうですね、なんといっても初代チャンピオンにねかけるわけですから。ネットに出ました、フォアボレーネット、ラブゲームで第2ゲームブラッド・ギルバートサービスをキープ。第1セットワンオールからおリターンエース、第3ゲームです。リターンエース 15-30 ライン1杯、深いサーブでした。ストレート、ネットに出ます、ドロップボレー、サーティーオールとしましたサンプラス。おそらくこれはサーブのことでしょう。しかしいい攻めでしたね酒井さん。いやーね、このドロップボレーがね実にうまく決まってますね、はい、からの第3ゲームラブサーティーからサーティーオールとしています全米チャンピオンのピート・サンプラス。ここでネットに出ます、クロスコート大きくアウト、40-30 長すぎました。最初のポイントいきますね、非常にプレイスメントがいいですよね。プレイスメントですか、はい、見事なボレーです。これはセンターストラップのところに固定されている小さなカメラからの映像です。
いや足腰の、ね、構えも非常にこうぐっと膝を曲げ込んで、うん、見事ですね。はい、30-15このファースト入っています。5回リターン、ストレートネットです。 40-15 で時折エースを狙うサービスとね、はい、サービスエース、センターを襲いました。見事なサーブです。1本目のサービスエース、ギルバート。第4ゲーム棒がよく効いています。リターンエース、悔しそうな表情です、ギルバート。まあ、ギルバートとしますとね、今みたいにリターンをうまく返してという場面がありました。第1ゲームではブレークポイントも取られたサーブですが、いずれもキープしています。ネットに出ます。ロブスマッシュ決まりました。ネットに出ます。サンプラスフォアボレー、深いところに入りました。ロブわずかにアウト。もう厳しいところギリギリでした。そうですね、まあ、ですからね、審判もね、こう、まあ、最初はなんかこう下手なんじゃないかなと思ったりしてましたけどね、まあ、実にね、本当にさらにもう少しレベルの高い、まあ、ですからね、デビスカップの時85年の時のデビスカップじゃないかと思うんですけどね、はい、だいぶ時間経ってますしね。クロス入りました。バックハンドのクロスコート決まりました。サンプラス、ラブサーティーになりました。出しましたね。そうですね。浅くなりました。クロスアウトです。ダブ40ブレークポイント。センターへ返します。サンプラス、ネットに出ます。ギルバート、ストレート入りました。見事なバックハンドです。サンプラス、第1セット第6ゲーム、第1セット第7ゲーム、サーバンドボレー。サンプラス、今年の全米 US オープン以来違う人になったねと言っていました。なるほど、タイに入ってます。サーティーラブ、その辺は坂井さん、長すぎました。最初のポイント、サンプラスですよね。そうですね。ストレート、素晴らしい球です。浅くなりました。オンライン、絶妙のプレーセメントを見せましたブラッド・ギルバート。まあ、あのフォアハンド、アウトです。そのままのパーセントでも良かったんじゃないかと思いますけどね。はい、大体そのコーチというのは賞金の何パーセントとかいう契約もあるわけですか。その通りだと思いますよ。珍しくスライスを使いました。今度はトップスピン、手前のサンプラス、ああ、ハッシュ、ストレートズドーンと行きました。何なんだあれはという表情のギルバート。30-40 第2セット早くもブレークポイントになりました。やはりね、第2セットの第1ゲームは、ね、はい、体重の移動がしっかりできてますからね、楽に振ってるんですけどね、ボールが伸びてますね。
今までの最近の傾向ですとね、トップスピンだと体重が後ろに残りますけどね、はい、あのサンプラスの場合本当にストーンとね体重の移動と同時にね振り抜いてますね、センターへ返します。浅くなって攻めるサンプラス、フォアボレ、あっとネット、スマッシュをよくしのいでロブでつないで 6-4-6-3-6-2 というストレートのスコアでした。フォアに回って、悔しがるギルバート、賞金は90万ドル、ハーフボレー見事です。平井さんあの辺本当にいいタッチしてますね。難しいショットだと思うんですが、本当あれですね、あれだけ難しい、糸も簡単にやってのけますからね、もう大技小技何でも来いですね、本当にそのね、サーバンドボレー、ラブゲームでサービスをキープしましたピート・サンプラス、ワンオールです。平井さん躍動感あふれる若者という感じですね。そうですね、今もうまいこと左足でですね、その後ピート・フィッシャー、ジョン・オースティンというコーチがつきまして、ただ先ほど土川アナウンサーのレポートあった通り、ジョー・ブランディとはどうも契約できないということのようであります。クロスコート入りましたギルバート、とにかくサンプラスプロになって獲得した賞金総額が酒井さん110万ドル、本大会の優勝賞金が200万ドルですからね。そうですね、まあ、今年があの90万ドル加算では320万ドルですから。そうですよね、ですから10年近くで320万ドル、この1週間でこれ勝つと200万ドルですからね。そうですね、昨日はアメリカの新鋭ウィートンに6-3-3-6-7-6-2-6-6-4という試合でした。オンラインストレート、大きな声を出しましたギルバート、サンプラスのウィニングショット決まりました。このショットで抜かれるっていうのはギルバート苦しいですね、はい、得意の回り込んでのフォアの逆クロスですからね、はい、ちょっとやはり今甘かったですね。15-30、ネットに出ます、サーバンドボレー、well, Pete Sampras had a good look at that serve andJust gives a mini silent protest. サポートだと思ったんでしょうね。そうですね。動いてなかったですね。本当にもう各ショットショット。得意のバックハンド。クロスコート入りました、ギルバート。これはいい切り替え。Sampras attacking down the line.The Gilbert forehand, ripping the ball across court, just centimeters inside the side. 40-30. Two game points. に喜ばしいことだと称えていましたね。ああ、そうですか。レポーターは土川由香アナウンサーです。素晴らしいフォアハンド、このアプローチショットです。フォアバックともにあります。ピートサンプラいう話もね伝わってきてますし。これは帰っただけ、サーティフィフティーン、力があります、見事なバックハンドです。平井さんしびれますね、あのバックハンドは。どう、力の差でしょうね、はい、サーティーオール。いや、今のは僕はしっかり打ってなかった、打ってなかったとギルバート叫んでいます。ああ、そうですか。さあ、これはギルバート頑張れという場内の声援でしょう。このミュンヘンのファンは。
ちょっと不利な立場に立っているファンに酒井さん拍手を送りますね。そうですね、ブレークポイント深いリターン3プラスストレート入りました。第2セット第5ゲームリード3プラスギルバートのサービスをブレークしました。見事なブレークです。3プラス第2セット心配だと、長くなればなるほど嫌だと言っていました。5セットマッチで行われています第1回グランドスラムカップの準決勝と決勝、それまでは3セットでした。ストローク戦、ここはスピンをかけています。3プラス ネットに出ます。ギルバートストレート入りました。何か酒井さん、このミュンヘンの1万人のファンもすごい選手が出てきたなという拍手ですね。その通りですね。終わり回ったストレート戦でエースをニューボールになりました。バックのローボレーネットインストレート惜しい、わずかにネットでした。ただその体という点でお話伺いますと、振り抜けてタフな、ね、体作っていかないといけませんね。なるほど、いっぱいに入りました。まあね、今のフォアハンドもね、肘の使い方が独特ですよね、まあ、レンドルもちょっとそういう感じ、それからギルバートもちょっとね、肘の使い方ありますけどね、お入りましたリターンエース。ラインいっぱいに入りました。アプローチストレート惜しくもテープでした。第8ゲーム3プラス、これも難なくですからノーチャンスと言ってやむを得ないですよね、はい、ネットに出ていきます。これはジャッジしました、アウト。第2セット3プラス 5-3 から第9ゲーム、ギルバートが間を取りながらブチブチ言っています。ボレーわずかにアウト、ラブサーティーです。あとは酒井さん、もうかなりもう目と目突き合わせて、いや、体をぶつけてましたよね、あんなのはなかなかっていうか初めて私見ましたね、はい、コート上でね、入りました。リッピン40第2セットピート3プラスセットポイントです。いやーね、あのアプローチショット、走りながらのあのスピードですからね、これです。セットポイント2つあります。逆クロス入りました。ワンポイント返したギルバート、マンドルおよそ2億6千万円です。5セットマッチで行われています決勝、第1セット6-3で3プラス、第2セット5-4と3プラスリードして第10ゲーム最初のポイント3プラス取りました。ですから平井さん、はい、先ほど2つのセットポイント3プラスは取れなかったんですけれども、
いやもうね、世界のトップ10がそうですね、争っているノータッチエースですけどね。ギルバート懸命に返しますがアウトです。サーティーラブ苦しいですね。ギルセンターへ足元よく返しました。フォアボレーアウトです。これはギルバートいいリターンでした。なんのところ全くありませんね、はい、ネットダッシュ、あ入りました。いっぱいに入っています。これはちょうどベースラインの真上にあるカメラから捉えた映像です。オンラインでした。藤吉さん、観客の中からもギルバートへの声援がすごい大きい声で聞こえてきています。はい、まあ、当然平井さんファンからすればセッターファイナルセットを見たいという期待はあるでしょうからね。そうですね、少しでも長くいい試合見たいですよね、はい、バックボレーいいところに返しました。ナイスボレーです。この後のボレースライスでつなぎました。ネットに出ますギルバート、ストレート惜しくもネット、ワンポイント返しました。 30-40 第1セット第2セットともに1つサービスを落としただけで取られましたギルバート。追いつきましたデュース。サンプラスはまだ一度もサービスダウンがありません。で優勝しています、通算20勝。フォアに回ってストレート懸命に返しますギルバート、いいところに返った。浅くなってバックハンドロブスマッシュ入りません。今待ってるところに来たんですけどね、やっぱりボールの勢いが早かったですよね、まあ、しかしね今ギルバートよくね両サイド振られてね、はい、頑張りましたけどね、やはり最後はもうロブを上げさせられましたよね。アドバンテージ3プラス。ネットダッシュクロス、しかし今のバック、足元へぐったリターン、バックハンドネット、アドバンテージを取りましたギルバ。アプローチショットネット、ブレークポイントを逃れて第3セット最初のゲーム、ウィートンのお兄さんがロッカールームまでなんか追っかけていったらしいですね、試合終わってから。そうなんですね、喧嘩をした時にウィートンのお兄さんが口出しをしてきて、それが一番ギルバートムカついたといいますか怒ったことだったらしいんですね。でその後試合が終わっても3プラスのサービス、今のは完全に入ってましたね、コーナーいっぱいに入ってたようには画面では見えたんですが、先ほど土川アナウンサーのレポートありました通り、このラインパーソンは5年前のデビスカップで活躍した精鋭揃いであるという話がありましたが、いやギルバートも今のは完全に入ってたっていうふうにちょっと認めて、そうですね、認めましたね、認めました。昨日の名誉挽回ですよねそうですね、まあ、昨日はその最終全部を敵に回したのですからね、ギルバート四面楚歌でしたからね、
9本目のサービスエース3プラス30ラブ。ターン落としてアウトです。いいところにリターンが返りました。ハーフボレーフォアに回って、ああすごい、全クロス決まりました。今のはちょっと打ち方違いましたよね。ちょっとね泳ぎかかりましたけどね。そんな感じですね。ですけどね、本当にあの体重がやはり体が前に前にね、やっぱり振り抜きがもう素晴らしいですね。シャープですよね。走ります。これはフォアボレー決まりました。ギフティンオール。佐川さんに世界ランク第5位、今年の全米チャンピオン、史上最年少チャンピオンのサンプラス、ネットダッシュを見せました。ギルバート、最初のポイントを取りました。いや今奇襲攻撃をかけ、なんだかんだ言ってよく頑張ってる方だと思いますよ。そうですね、足元よく入ってます。クロスコート決まりました。ということは平井さん、もう相手がネットに出てきてもパスも打てるし、サーブでエースは取れるし、そうですね、何でも来いですよね。でもこれで島目が痛くなかったらどんなプレーなんですかね、これ。そうですね。オンライン入りません。第5ゲームギルバートサービスをキープしました。4大トーナメントの獲得合計ポイント上位16名が出場権を得ます。藤吉さん、はい、あの主催者側は今回の大会はもう本当に大成功だ。ストレートクロスに返します。あーすごい、見事なフォアハンドです。いやー参りました、見事です。ピート・サンプラス第3セット 4-2 リードを広げました。いやーすごいコントロールですね。難しいですよね、あそこからダウンザラインっていうのはね。クロスから来たのをね、横走りに、ね、ライン沿いにダウンザラインですからね、はい、一番難しいショットですよね。しかも際どいところへ、そしてなおかつスピードがあるわけですから ね、 そうなんですよね。フラット系ですからね、はい。第3セット3プラス 4-2 から第7ゲームに入ります。ギルバートのサービス、リターンエース。なんとなくあの先ほどから転生ってことは言われてますけどね、ええ、こうなんとなくコーチに習ってここまで来たっていう感じじゃないですね、彼の転生は。あそうですか、はい、本当にギルバート本当によく頑張って決勝まで来ました。クロス入りました。スピードがありますね。 30-40 ブレークポイントというよりももうこれはマッチポイントにも等しいポイントと言っていいでしょう。素晴らしいスイングです。ビート3プラス、決まりました。第7ゲームギルバートのサービスをブレーク、ピート3プラス第3セット 5-2。 第1回グランドスラムカップの決勝でやります。藤吉さん、はい、観客の中にはイワニセビッチも今日は見ているということなんですね。ああそうですか。それで彼自身はですね、来シーズンはモニカ・セレスとミックスダブルスを組むと発表しています。あそれも楽しいですね。
まあ、ユーゴスラビア同士ですよね、はい、今ヨーロッパではねユーゴスラビアがだいぶ出てきましたからね。バニセビッチサンプラスの試合は 7-6、6-7、8-6 という試合でした。第1回グランドスラムカップピートサンプラス、ご覧のようにチャンピオンシップゲームを迎えます。最初はダブルフォルトです。サンプラス、バックハンドネット30-15、栄えある第1回グランドネット出しフォアボレー、追いつきました。クロス、大きくアウトです。 40-15。 第3セットの第8ゲーム、ピートサンプラスチャンピオンシップポイントを迎えました。2億6000万ポイントですよね。そういうことですね。優勝賞金は200万ドルです。長すぎました。あの辺が可愛いですね、本当にサンプラスのミスがですね、もう完全なミスですからね。そしてこうケロッとしているようなね、悔しそうな表情も見せませんし ね、 プレッシャーからのミスじゃないですからね、あれは、はい、40-30、もう一つマッチポイント、パスが入った、ストレート懸命に返すが、このロブはアウトです。ピートサンプラス6-3、6-4、6-2、ストレートでブラッド・ギルバートを下しまして、第1回グランドスラムカップ初代チャンピオンであります。ピート・サンプラス19歳、若きチャンピオンの誕生です。酒井さん強かったですね。いやーね、本当に完勝ですよね、やはりね、サンプラスの強さっていうのはね、あの US オープンのね、アガシ戦も含めてね、いや今日は本当にいいプレーができました。すごく嬉しいですし、まあ、こういう風に年を追われるというのが非常に嬉しいです。このトーナメント勝てたということが本当にもう自分にとっても良かったです。ギルバートに関してですが、今日ちょっと疲れてたんじゃないですか。昨日のウィートンとの喧嘩もありましたし、今のは通訳ですよと言ってちょっと待ってくださいと言っているんですが、ギルバートさんは決勝は負けましたが賞金は大変なものでしょう。本当にサンプラスには参りましたの一言ですね。で、彼はもうアメリカでは今一番のプレイヤーと言えるでしょう。まあ、今回はミュンヘンで初めてでしたが、この大会についてどうしてですか？もう妻はあまりショッピングをしてなかったので非常にいいところだと思います。この大会に来られて本当に良かったです。そして今回の大会役員の皆さん、コンパックの皆さん、本当に今日は人生のハイライト、素晴らしい試合でした。決勝を戦った両プレーヤー、